久しぶりやな、ナップスもね。ナップス行こう。あそこも行きたいねんけどな、あの、なんだっけ、あの作業服屋さん、あの作業服屋さんで最近バイクのウェア売ってる。もうすぐど忘れすんな。さっきまで言うててんけどな、忘れちゃうわ。まあそのうち思い出すでしょう。入って入って、おじい、俺が鳴らされてるやん。おじいちゃん若いやん、この子。俺なん、なんで俺が鳴らされん。名古屋から来てんねんから、もうちょっと大きなあれしたれよ、お前な。なんやねん、後ろのやつ見てみ、この子かわいそうに。お前ビビってもうてるやないか、お前。名古屋からわざわざ来てやで、ちょっとあの信号待ちで戸惑ったらポッポポッポ鳴らしやがって、ほんまにな。あ、もう一回鳴らしてみよ、俺。ほんま降りてったろからな、お前。ほんま降りて謝ったろわ、ほんまに。頭下げて、ほんまに。まあね、もうちょっとね、優しく鳴らしてあげてください。僕バイクのクラクションも鳴らしたことあんまないですもんね。山の中で鳴らしたりはするけど。あ、一時停止してない。いい？いい？優しいね。これがナップスですよ。この裏側から来るね。どこ止めたいんだろう。あ、ここでいいか。じゃあここ止めさせてもらいます、バイクの。あ、これこれ ZRX、 別名なんて言ってたんだかな、これ。忘れてもた。このバイクかっこいいよね。もうちょっと色濃い方が好きやけど、これ。あの緑の色は。まあ川崎からなんやろうけどね。バッタみたいですね。ということで、ナップつきましたんで、行ってきます。